アニア・イグナテウスは、フィンランド出身のバイオリン奏者。1934年に結婚し、アニア・ヒルベンサロとなったが、演奏家としては、旧姓で知られる。タンペレの生まれ、5歳の頃からバイオリンを始め、1925年に、パリ音楽院に留学して、エドアールなどに指示。1926年に一時帰国して、 ヘルシンキでデビューコンサートを開いた後、1927年にプラハに行き、オタカール・シェフチークの指導を受けた。またブルーノ・ワルターの鳥なしで1929年からカール・フレッシュの訓導を受けたが、1931年に男性と婚約したことで、指定関係が終了した。1933年にフィンランド放送でジャンシベリウスのバイオリン協奏曲を演奏し、 それがヨーロッパ中に放送されたことで名声を得るようになった。1938年から1939年にかけてアメリカ合衆国に演奏旅行に出かけボストン交響楽団と共演している。1953年から1961年までヘルシンキ弦楽四重相談を結成して室内学の分野でも活動した。1955年から シベリウス音楽院で後進の指導にあたり1978年に引退した。1995年ヘルシンキにて死去。ありがとうございます。